ハロー、ロッテダム。私が初めてロッテルダムに参加したのはこの長編2作目の渚のシンドバッド、グレインズオブサンド、こちらの映画でした。私は参加するまで、ロッテルダムがコンペだということを全く知らずに参加しました。そこで思いがけず、こちらのタイガーアワード、1996年ですね、こちらの賞をいただくことができました。ロッテルダムの思い出は、受賞式が終わって会場を出るとある一団が頭を抱えてうずくまってました。その中の一人は僕の方につかつかっと歩いてきて、コングラチュレーションというふうに握手を求めてきました。彼らはおそらく同時に参加した、まあ、監督だったんだというふうに思います。ロッテルダムにものすごく、力を入れて、賞を取りたいというふうに思ってたでしょう。僕はそこで初めて、ああ自分は何も知らずに参加したけども、彼らは人生をかけてきてんだなと、初めて自分は大きな賞をいただいたんだなということを初めて実感することができました。私は今までロッテルダムに都合3回ほど招待していただいていますが、ロッテルダムに行くたびにウェルカムバックというふうに温かく迎えていただいています。ロッテルダムは私にとってとても思い出深い、またとても大切な場所です。これからもですね、若い作家の素晴らしい才能を発掘するために、ますますの発展を願っております。50周年おめでとうございます。